はい、おもしろんです。というわけでね、今回なんですけれども、まあ、チャンピオンズリーグ横浜直前ということでね、今日も練習会なんですが、まあ、チャンピオンズリーグでもかなり活躍してきそうなね、アルセウス裏工作で、今日はハスさんと対戦していきたいと思います。お願いします。最初はグーじゃんけんぽい。成功。はい。お願いします。お願いします。1枚。はい。いいね、ハンドが。気がする、アイス。スチール。直出しじゃん。揃っちゃった。クイックボールでハイパーボール切ります。はい。やばい、もう揃う、まさか。次のターン、揃う可能性が高い。で、レジロック出します。あー、特性も使えるのか。竜の巨峰、2枚なんで、2枚いきます。奇数のヘビーボール、使います。揃った。揃ってしまった。マジかよ。いやでもこれちょっと怖いから、セイボリーが。なるほどね。あえて出さない。うん、出さないよ。はい、終了で。1枚。いやー、手札渋い。アルセウス V 出します。はい。ダブルターボエネルギー貼ります。こいつも出すか。トリティチャージ。はい。無難にこれでいくか。終わりです。はい。じゃあ1枚いきます。まあ、エネがさ、うん、ちょっと前のターンなかったんで、まあね、このターンはね、頑張ってエネを落としたい。コケストップとか欲しいね。レジエレキ、はい、入ってないんでね。で、ハイパーボールで、はい、で、対象なし、はい、で、こっちかな。レジドラゴン博士っぽいな、あれ、はい、じゃあ、気泡で3枚いきます。はい、あ、いいの引いたわ。引いたから、が博士の研究で、はいはい。セレナとリフトの、まあ、でもエネは1枚しかないのか。捨てます。いや、このターン殴られない可能性結構あるぞ。引きます。あ、うん、これがあんのか。いやでもオーロラがないなら。そうなんよ、オーロラを2枚とかも引かないと。あー、さすがにちょっときついね。さすがにね、うん、殴るのはちょっと難しいから、ちょっと我慢のターンかな、ここは。あーんとね、まあ、ギフトエネだけつけとくか。ここは H 使います。はい、逃げエネも確保。うん、ツインとギフトつけて、で、まあ、ここも握られるようにしときますわ。レジエにツインエネ。はい、じゃあこれでターン終了で。1枚引きます。じゃあアルセウス V スターでスターワース使います。はい、はい、この2枚をね持ってきます。残っち、レジロックからのね、ワンパンをね。で、崩れたスタジアム。はい、じゃあスチルを送ります。博士の研究使います。リフトエネルギーじゃなくて V ガードエネルギー貼ります。はい、クイックボールで、いやどれも切りたくないね。アルセウス V スター切ります。はい、メッソン。じゃあこれでトリニティノバでエネ加速なしで。はい、じゃあギフトエネルギーで6枚あるんで1枚引きます。はい、軌道に乗ったな、これで。で、レジエル1枚、1枚引きます。こっからだな。残っちもきついけど、崩すたもきつい。どっちもきついんよ。崩すたはマストで割らないといけないからね。ね、レジエキしてクイックボールで、レジドラゴ加えます。はい。普通の釣り竿を2回使うわ。博士やん。博士なん。確実に。博士なんよ。で、3枚戻します。はい。で、レジドラゴを出し、回収ネット。はい。戻して、レジドラゴ前。ヒスイのヘビーボール使って、まあ、はい、ないの知ってるんで、まあ、一回とりあえず、シャッフルだけしとくか。はい。はい、手札を減らしてね、竜の秘宝でね。で、2枚なんで、竜の秘宝、2枚引きます。あ、ちょっとね、ちょっといい感じかも。ほう。スピード雷つけて、2枚引きます。はい。ほーん。エネクジ。やばい、エネが、7枚。集い始めたか。ギフトエネルギー。はい。オーロラは引けなかったわ。なるほど。で、加えて、雪道引いた。なるほど。まあでも、スターバース使ったから、痛くはないが。これで、博士の人気でキャプチャー、ギフトセレナで捨てます。さすがに揃いそうだな。ただ、オーロラがないから、そうなんや。攻撃ができないのでは説。なんか、次のターンでいい気がしてきた。アタックするの。まあ、切るだけ切っとくか。クイックボールでオーロラ捨てます。はい。対象なしで。はい、で、スチル置いて H を使い、殴れないけど、殴れないけど逃げ寝とかをね、
置いとくわ、とりあえず。オッケー。はい、で終了。1万円。じゃあ、おこを使います。裏工作スイー。あー、裏目に出たわ。スイー。きつい。きついよ。このね、崩れたスタジアムとかキルボリーとかの対策の安定感。ね、まあここは、はい、じゃあもう一回スチール振るか。はい、最高の気分です。手張り、はい、アタッカーも準備万端。うん、初日の場、はい、じゃあギフトエネルギーで4枚なんで3枚いきます。はい、はい、レジエレキ前で1枚いきます。はい、そしたらレジドラゴ、レジアイス出して、でキャプチャーエネルギー貼って、ああ、もう揃うか。俺のセイボリーをくぐり抜けて、スチルを出します。で、レジアイスと、レジロックにつけます。はい、ベルトで、博士の研究で N2 枚つけます。はい、7枚。おー、引いたが、引いたけど、このターンはテラスパークでいい気がする。古代の英知、はい、オーロラとギフトエネルギーをつけます。はい、じゃあこれでテラスパークで120の40の、残っちと、まあ、ワンチャンかけてジメレオンかな。オッケー。はい、1万円。はい、ジメレオンか、アルセクスすがに、ここのアルセクスか、アルセで、うん、アルセに乗せられるとね、あのドラゴンエナジーが入ってる時にちょっと怖いんだよな。まあここはチェレン。はい、チェレンズケア。チェレンズケアなのこれ、英語名じゃない多分知らんけど予想、うん、適当に言った。エバーリー、はい、でアルセウスで、これね、お守り残っちゃうんですよね。あー、ネットでもなくね、お守り残っちゃうんだ。うざっ。馬の子でトリキノは、はい、今これね7枚だからギフトは引かない。はい、いやー、レジアイスかなここは。はい、で1枚引きます。レジエレキを出します。はい、でオーロラエネでオーロラエネを切ります。あ、で H 使ってオーロラギフトつけるかな。はい、じゃあこれでウィザードバインドで130 1万円。はい、ウィザードバインドはまあ逃げる必要があるというわけですな。うん、まあでもこれもうチェレンズケアか、無限チェレンズケア編か。無限チェレンズケア。マジでサイド1枚も取れてない。ここまで来て俺。サイド1枚も取らせない。強すぎる。ボコボコにされとる。もうね、このデッキ流行ったらレジギガス終わりっていうか、まあ流行ってるんだけど、かなりきついと思うんだよな。で、裏のアルセウスにダブルターボ。はい。ミゼネがサイド2枚あんだよね、まだ。ここにミゼネが2枚ぐらいあって困っていて。まあ下手なことはしなくていいでしょう。下手なことはせず、ちょっとこれとかあるんだけど、こうやって一緒に使いたいなって思いもあり、まあ、手札にガメておきましょう。ちょ、マリーとかね、かなり嫌ですけど、ね、手札めっちゃあるから。トニキノバ、はい、いやもう今の環境でさ、うん、セレナめっちゃ入ってんじゃん。ギガスが、ギガス大体セレナだよ ね、取れないよ、こっちが永遠に。そうなんだよな、うん、レジギガスもね、まあ、強いけど弱点さえつけなければ、まあやっぱ偏りがあるよね、引きのね。そうなのよ。あ、待って、ギフトで引いてないわ、ごめん。はい、ダムーラが早いんだけど。ありえんの。ギフトで2枚。まず11時45分だよ。やる気あんな、あいつ。ギフトで2枚引くわ。はい、で、もう勝ち目ないんだよ。勝ち目はないんだけど。心折れちゃった。ないんだけど、まあとりあえずなんか取れるようにプレイすることを考えるわ。エレキで1枚、はい、釣りざお、まあ、つって言ったからさ、つつじ来るかと思ってさ、かなり焦ったわ。え、入ってんのと思って。たまに入ってるじゃん。たまに入ってる、たまにね。いや今っていうか俺12枚あるからさ、ビビってたけど。アイスとエレキで、あ、でもごめん、エネもあったわ。ほぼエネ、輝くリザード、輝くリザードのアイス、ね、シャドウミスト対策ね。シャドウミストで保護してみたら、レザードンで倒しても結構負けたけど、言うて。あ、ごめん。カットしてもらったけど、クイックボールで、雪道を切ります。失われたアイスを。で、出して、
1枚、はい、で H レティに消えます。いつか君が瞳に止まるマブカマギが最近見たら歌うますぎて収益が剥奪されるからやめてもらっていいかな。テラスパークでここ80になりますとお守り残っつー1枚あもう心折れるわまあ裏工作で持ってこようと思ったんだけどトップで引いたわ無限のこっち編無限のこっち編突入もうこれで負けないからもう進化の子吐いちゃおう。これ打点さえも確保できてればいいからサイド2だからこういうの大事で、まあ、崩れたスタジアム張りますか死体蹴りされてる死体蹴りじゃあ気がするはいトリチードあーやばい1枚も取れずに終わってしまう。最後こいつあげるよ記念に。こいつは記念受験そうだね。じゃあそいつ取って終わるわ。このサイド差でを見れば序盤レジギアスが事故ってたことがあんまり関係ないということを分かってもらえるかなと。輝くユーザーなんか来たなんか来た回収ネット回収表面で拾えてんのか出す。いや、はい、今から引くんだよなるほどね。でレジドラゴ出します、うん、でセレナでトラッシュして5枚引くわ。5枚引くあ待って待って5枚引いたら俺山連打もういいよもういいよ終わりだよお前は。で火炎爆ね火炎爆ね気絶しました。いやサイド取られちゃったな。取り切れお前、はい、ありがとうございましたというわけでね、まあ、序盤ちょっとレジが事故ってたっていうのもあるけどもうまあ、このね、サイド差を見ればこの圧倒的勝利感は歴然なわけですよ。マジでね、今流行ってるからこのデッキどうやって対策しよう。何どうやって対策すればいいこれ。いや、ボスをね、もうちょっと進むとかね。あー、残っちを倒せるようにするとか。なるほどね。はい、じゃあちょっとデッキ解説。はい、デッキ解説です。こちらがですね、まあ、チャンピオンズリーグ横浜で使用する第一候補としてずっと練習してきたアルセウス裏工作デッキですね。まあ、こちらは、まあ、かなり強いデッキでした。構築としては、輝くポケモンとしてはサーナイトを採用していて、まあ、これはね、ギラティナのロストインパクトを耐えるために、まあ、かなり重要なポケモンとなってまして、まあ、耐久寄りのデッキなんで大きなお守りとか V ガードエネルギー入ってるんですけど、V ガードは神王神殿、大きなお守りは、まあ、ロストスイーパーで対策されてしまう可能性があるんですが、まあ、輝くサーナイトはいただけぬ雪道がないと突破できないということで、まあ、雪道はねそんなに採用は多くないし、で、まあ、雪道を張られているということは神王神殿が張られていないから V ガードエネルギーが生きている可能性があるんで、まあ、かなり重要な1枚となってます。で、残っちがないとねレジ系に対して、まあ、安定しないので残っち、これはねかなり採用理由ともなっている。弱点を突かれずに耐久して戦うというコンセプトにね反するので、まあ、これも必須かなという感じですね。で、裏工作ラインはかなりねもうギリギリの枚数で 1-3-3 としてますね。メインのターゲットであるパルキア相手にメッソンを複数置くことができないんで、まあ3枚でいいかなっていうのがまあ一つで、インテリオンの裏工作は、まあ、サイド落ちは本当にしんどいんですけど基本的にね使うのは1枚なんですよ。なんでまあちょっとサイド落ちしないお祈りの1なんですけど、トリニティの場で攻撃してねサイドを取っていけてる可能性が結構あるんで、まあ1でもねギリ耐えかなという感じです。で、ドラピオン、まあ、これがあるとねミュウ相手にかなり安定して勝てるので採用しました。で、クロバットはエネルギーがないとね一旦目きついんで、まあ渋々の採用で、サルジェの槍弾はチェレンの気配りを連打していく、まあ、基本的なアルセウス裏工作の展開の時に水エネルギーが足りなくなってしまう可能性がねあって、まあ、そこでねエネルギーが止まってしまうとツツジとかに対してのね耐性が低くなってしまうので採用しました。で、トレーナーズがねガーッと入っていて、まあ、こだわりベルトとかね不採用なんですけれども、まあもう本当にね180か200のトリニティの場を使い分けていくデッキとなっているので、まあいいかなという感じです。ポケモン入れ替えは、まあ、ドラピオンとかねスタートして欲しくないポケモンがいる都合で、まあ、採用してますね。で、すごい傷薬、まあ、これはねこの構築のかなりのポイントなんですけれども、まあ、ダブルターボエネルギーもねたくさん入っているということで、オトボケスピットとかに対してねチェレンを使う動きっていうのがかなり弱いなと思った時にすごい傷薬にかなり優秀なことをね教えてもらいました。まあこのすごい傷薬があったからこのデッキを使おうかなと思ったぐらい強力な1枚ですね。まあ相手の不意もかなりつけると思います。
でサポートはねいろいろ入っていて、セイボリーはちょっとオーバーキル感もありまして、なくても正直レジ系は勝てるかなっていうところもあり、まあ、パルキアに対してもちょっと使いづらいので、まあ、一番抜く可能性あるとしたらこのセイボリーが、まあ、60枚目のカードかなと思ってるんですけど、なんかこう余裕がある時に使うサポートカードとしてはかなり優秀なんですよね。まあ、手札にチェレの気配りとかがある時ってマリーとかも打ちづらいし、まあ、余裕がある時はまあメロンかセイボリーとかをね裏工作で持ってきて適当に使っとくっていうのは結構強いんでね、まあなんか抜けませんでした。スタジアムはね、崩れたスタジアム2と雪道1で悩んだんですけど、やっぱりね雪道をちょっと雑に張って雑にマリーする動きっていうのが本当にかなり強いなと思ったんでね、うまくやれば1枚でも十分ね温存しながら最後ツツジで使うとかできるんですけど、ちょっとね楽したいなと思ったんで2枚にしてますね。でエネルギーなんですけど、まあキャプチャーエネルギーとかがね入って安定感を高めてる構築とかも結構多いんですが、 V ガードエネルギーがね腫れてる腫れてないが相当今違うと思ってて、2枚とかだと手張りすることできないんですよね。スターバースでエネルギー持ってくるほど余裕があるデッキじゃないんで、 V ガードエネルギーねあのスターバースで持ってきて張るかって言われるとまあどうなんだろうと思ったんで、まあ、手張りできるように3枚ぐらい採用しておけば結構ね引ける可能性あるかなという感じで3枚にしてますね。もちろんキャプチャーエネルギーとかが入っていない分ベンチをね並べられる可能性っていうのは下がってるんですけれども、まあ、そもそも結構メインのねターゲットであるパルキアとかに対してはベンチを広げずに戦う絞っていくプランっていうのがあったりしている上で、キャプチャーエネルギー結構、まあ、ボールも別にあるしいいやってね思った部分があったんで、まあ、この配分にね今回はしてみました。で、まあ、使用を断念した理由としては、強い人のパルキアにね裏工作ラインを狙われると全然勝てなくて、まあ、ちょっとねそんなにパルキアの連動が高くない人に対してはなんかめちゃくちゃ有利に戦っていけるし相手も勝てるわけないよみたいな感じなんですけど、ベテランパルキア使いの人と対戦するとねもう逆にこっちが勝てるわけないレベルでね勝てなくて、なんか本当にねあんまりその対面やってない人からしたら、いや絶対パルキアに対して有利でしょ、 V ガードもあるしお守りもあるしね回復もあるしワンパンできないもんパルキア側もって思うと思うんですけど、もう本当にそんなことなくて、これだけは絶対に自信を持ってパルキアに対して不利だなっていうぐらい練習したので、まあ、今回使うのを諦めました。ただねギラティナに対してとか結構勝てるし、まあ、レジギガスとかロストバレットみたいな細いデッキに対しては必勝レベルでね勝てるっていう強みもあるので、まあ、かなり魅力的なデッキであったんですが、やっぱりちょっとパルキアが怖すぎて断念したという感じですね。はい、というわけで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。